ムイティ市の紋章、ムイティ市は、ロシアのモスクワ州にある都市で、首都モスクワの北東に接する衛星都市。かつての水運路でモスクワ側の支流やウザ川、および、モスクワとヤロスラブリを結ぶ鉄道が通る。ムイティシンスキー地区の行政中心都市で、地区内最大の産業都市。機械工業が盛んで、特に兵器製造が活発。また18世紀に、 エカチェリーナ2世の命で建設されたロシア発の浄水道があることでも知られ、ここからモスクワのクレムリにへ、清潔な水を排水した。人口は159,900人とモスクワ州でも2番目の大きさ。ロシア発の水道管を記念するモニュメント紀元前8000年期から紀元前6000年期の新石器時代後期の居住跡があり、 当時の人々は狩りや寮で生活していたことが伺える。8世紀から9世紀には、バーティチ族、クリービチ族といった東、スラブ人が住み始めた。ムイティシ市内及び周辺には11世紀から13世紀にかけての集落が10カ所以上あったことがわかっている。ムイティシの集落は1460年には存在し、19世紀までボリシーエムイティシと呼ばれていた。 集落の歴史と発展は、ヤウザ川の河口と共にあった。ヤウザ川は商船などが通る交易路であり、無ティ市で船は川から引き上げられ、コロウや活材の上を転がしてクリア島川までの連水陸路を移動した。商人たちが払う船や荷物の陸送料で無ティ市の人々は生活した。無ティ市という町の名も、この料金に由来する。 19世紀半ばにはわずか389人だった人口は後に首都モスクワの近郊都市として拡大している。ありがとうございます。